こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボよりギガントポリスブレイバーデラックスセット交番アーマーと交番アーマー警察犬110です。それでは見ていきましょう。ということで、いや今年もこのジョブレイバーのおもちゃを買えるっていう喜びが一つ、そしてもうめちゃくちゃかっこいい、さらに多段変形する商品が出たっていうのがまたね、最高すぎますよね。ちょっとジョブレイバーも今一番楽しみにしてるシリーズかもしれません。はい、でこれあのこっちにも110入ってます。はい、だけどさらになんかもっと新しいのも入ってるバージョンがこのデラックス1個でもうこのロボットにできちゃうよってやつですね。でこっちはもともとねジョブレイバー持ってるよって人だったらこっち、うん、買ってもいいんじゃないかなと思います。じゃあまずは110から開けていきましょう。はい、あこんな感じ、あへえ、あこのくらいの大きさなんですね。なるほど。じゃあ次、ギガントポリスブレイバー DX デラックスセットですね。こっちも開けていきましょう。はい、あまずは同じやつですね。はい、とあともう一個入ってるね。はい、あーこのジョブレイバーとあれね。はい、じゃあ開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。交番アーマー本体とジョブロイドとあと車が入ってます。であのシールね、今すでに貼ってある状態です。こっちが交番アーマーのシールで、こっちがこの車とジョブロイドのシールになっております。目がねめちゃくちゃある、7種類もありますね。で自分はこの目がキラキラしてるやつにしました。いやこのハイライトないやつもちょっと面白そうですけれども、はい、まあ、っていう感じです。それでは見ていきましょう。まずはこちら交番アーマーね、こんな感じになっております。いやこれすごいのが、ちょ見てください、この譲り合う心のゆとりで防ぐ事故フューチャーシティ警察みたいなこの標語が貼ってあったりとか、ここねこのなんか事故の件数みたいなのが書いてたりとか、ここ指名手配ロイハウアーって書いてるんですよ。これめっちゃちっちゃくてあの見えにくいと思うんですけど、あのジョブロイドあの YouTube でウェブアニメやってるんですけれども、そこでこのロイハウアーがこうアンドロイドをなんかこうちょっとなんか悪いように使ってるみたいなで指名手配されてるんですけど、それがここにあるっていうこのなんで小ネタみたいなのもあるっていう、はい、でこの看板みたいなのもあるしね、で交番って書いてますねっていう、はい、でもアニメでもこの交番アーマーがこう あるんですよ。でそれがいきなり変形するっていうあの感じだったんで面白かったですね。で次ジョブロイドワッパーマーク2となっております。あのこちらねワッパーくんがなんとマーク2になるっていう、このシルバーだったのがゴールドになってますね。めちゃくちゃかっこよくなっております。でウェブアニメだと今回のこの交番アーマーが出てきた回があるんですけど、このワッパーくんがいた世界から2年後の世界になってました。はい、でそのリニューアルしてワッパーくんもマーク2になって、でこの車もね新しくしたっていう風に言ってましたね。はい、でこちら日産フェアレディ Z パトロールカーになっております。これ前のやつは日産 GTR パトロールカーだったんですけれども、それがフェアレディ Z になっているということで、結構細かいところがね、はい、こういう風に違っております。うん、こんな感じでね、はい、変形も若干変わってますね。まあほぼ同じなんですけれども、この元のやつとは若干違います。はい、まあ、っていう感じですね。それではまずはちょっとジョブロイドとこのね、フェアレディ Z の合体やっていきましょう。まずはこの後ろの武器を外してあげて、で足を前に持ってきて頭を後ろにくっつける、で手を下に下ろして、はい、これで体完成ですと。でそしたらここ下に入れて、でこれを前に押し込んであげると、はい、この後ろ吹っ飛ばし変形、これめちゃくちゃ面白いんですよね。はい、でここ下から足を出してあげて、でパカッと開いて、でここですね、
はい、足取り付けてあげれば、はい、これで、ジョブレイバーのポリスブレイバーになります。こんな感じになってますね。あ、でなんか若干ね、あ、この戻す時だ、戻す時変形が若干はい違うんですけれども、でこの、はい、これも名前があって T4 マグナム110式っていうね、あの元の武器と若干変わってるんですよ。はい、これが前の武器リボルバーなんですけれども、はい、こっちマグナムになってなんかめっちゃ強そうな感じになっております。でこれをこう持たせてあげると、はい、でさらにここ横にも軸が追加されていて、これ合体の時に使えます。はい、まあ、っていうのが新しいねポリスブレイバーです。じゃあちょっと元のポリスブレイバーもせっかくなんで変形させていきましょう。変形の工程は一緒ですね。下に差し込んであげて、で吹っ飛ばすと、はい、気持ちよすぎ。でこの足を出してあげて、はい、反対側も足を出して、で差し込む、差し込む、はい、そして最後銃を持たせるとね、はい、これで、ポリスブレイバーになります。どうでしょうか。やっぱりこの金色の部分が増えたっていうのと、黒が結構増えてますよね、ここの部分とか、うん、結構黒っていう感じがします。であと顔もね見てください。こんな感じでなんかめっちゃねかっこよくなっております。造形がねちょっと違うんですよね。なんかこっちは横なんかバイザー、なんか横長のこう平行バイザーみたいな感じなんですけど、こっちは若干 V 字に目がなっててかっこいいですよね。はい、まあ、っていうね違いがあります。はい、じゃあ次、こちら交番アーマー見ていきましょう。この交番アーマー、このまあ一応僕2個買ってるんで、このはいこういう感じでワンワン丸ですねに変形するんですけど、見てくださいこの大きさの違い。この交番アーマーにこうもう詰め込まれてるわけですよ。それを開いてこうワンワン丸にするっていうちょっと面白い変形なので、ちょっとやっていきましょう。まずはこの横の看板を、はい、外してあげて、でここの交番ってところもこう引っ張って、この後ろからの方がいいかな、はい、こうやって引っ張ってで外してあげます。ここもパカッと外す。でこの前のこの部分も外すと、でこのはい頭もはい外してあげます。でこんな感じになっております。そしたらここの部分、これが足なんですけど、はい、こうやって後ろに持っていって、でこれ膝も伸ばします。このクリックねめちゃくちゃ気持ちいいですね。でここ開いて犬の頭外してあげて、でまた戻すと、はい、でそしたら膝を曲げて足を前にこうやって持ってきてあげると、でこの部分腕を下に下ろす、はい、反対側も下に下ろすと、でくるっと回転させて、足を出してあげます。あ、ここですね、はい、反対側もこうやって足を出してあげると、はい、でそしたらさっきの外した犬の頭をここに差し込んであげると、でこっちの穴もあるのでその穴にも、はい、この突起ね、これを差し込んであげるっていう感じ。こう上から若干こうやって入れた方がやりやすいですね。はい、でこう入れてあげて、で次、はい、この部分に看板を差し込む、で、はい、これですね、ここの穴に、はい、差し込んであげて、反対側も差し込む、でこの頭をここの穴にこうやってね、はい、差し込んでおくと、こんな感じになります。でそしたらここの2つの穴にこの部分を、はい、入れてあげれば、はい、これでワンワン丸に
なります。どうでしょうか。いやすごすぎるよ。ちょっとあれだ、さっきのやつ若干変形が違いました。こうですね、足こうだ、はい、こうやってあげると、いや素晴らしいですねこれは。うん、あ、ちょっと待って、これもう一個あれだ、ここの部分がこうロック外すとここ動くんですよ、この首の部分。これを上にしてあげてだ、はい、こうですね、はい、っていう結構細かいね、あの変形の部分があるので、ちょっと皆さん間違えずにねやってください。でです、はい、ちょっと一旦これを外して、ワッパーくんマーク2にしてあげましょう。はい、これでワッパーくんね、マーク2になりましたと。でこのワッパーくんをなんと乗せることができます。足を曲げてあげて、この後ろのこの部分、ここに、はい、こうやって固定してあげると、はい、落ちないでこの110に乗せることができると。いやこれ素晴らしい。何が素晴らしいかって、まずちゃんと固定できてるっていうのと、さらにここ同じ合体ジョイント、ギガントポリスブレイバーになった時にも使うんですよ。それをしっかりこの110状態でもめちゃくちゃ活かしてるっていう、違和感のない位置に乗ってるっていうのが素晴らしい、本当に、はい、まあ、っていうのが一個ね。でちょっともう一回これを戻してあげて、はい、このポリスブレイバーにね、くっつけてあげましょう。で、なんとこのポリスブレイバーすらも110に乗れてしまうと。110めちゃくちゃ大きいのでね、はい、まず膝曲げてあげます、こうやって。そしたら横に開く、反対側も膝を曲げてあげて横に開く、こんな感じになります。で、そしたらここの隙間にこうやって足を入れてあげて、はい、これで110にポリスブレイバー乗ってるモードになります。これ特にね、固定とかはされていないですね。特にこうね、ただこう隙間に挟み込んでるだけなんですけど、こうしっかりとこう、はい、乗ってます。こんな感じになる。こうやって振り回しても、まあ軽くだったら全然いけますね。いや素晴らしい。このジョブロイドもジョブレーバーも乗れるっていうところで、はい、素晴らしいですね。で、ちょっと大きさ比較していきましょう。ニンニンジャーの110と並べるとこんな感じになります。いやだいぶ大きいんですよね。はい、ちょっと110と大きさ比較してもあんま参考にならないと思うんですけれども、はい、ちょっと今回名前似てたんでね、並べちゃいましたということで、次は、皆さんお待ちかねの、ギガントポリスブレイバーへの、合体やっていきましょう。激アツなんでね、はい、じゃあまずはこっちね、はい、武器を外してあげて、で、この上下ですね、はい、ここを押して外してあげます。で、こっちの部分は一旦このように閉じてあげます。はい、パカッと閉じる。あ、でここ閉じた時にこの窓の部分を前にこうスライドできるんですよ、こうやって。若干ここがこの元のこれとの違いですね。はい、スライドするっていう感じになってます。で次、こっちですね。これはまず膝を曲げる、はい、でつま先しまう、つま先しまうからの方がいい、つま先しまう、膝曲げる、で横に開く、はい、で一回転させるっていう、はい、こういう状態にしてあげます。ここが、ね、でこうガチャって、ね、合体するんで、はい、こんな感じになります。で、まあ、一旦これで置いときましょうと。じゃ次はこちら110ですね。は、まずは頭を外す。でこの部分も外してあげます。すべてね、こうやって外してあげましょう。で、そしたら、はい、足、膝を伸ばす。はい、で、パカッと、はい、ワンクリック開いて、つま先を下に下ろします。で、こんな感じになりますと。で、そしたら肩の部分を横に開いてあげて、これくるっとね、
回転させてこのシールが見えるようにします。はい、こんな感じでシール見えるようにしてあげたら腕ここをはいガチッと、はい、回転させてあげましょう。結構ここロックが硬いんで、はい、こうやってねやってあげて下に下ろしてくるっと回転させると、反対側も下を下ろしてくるっと回転させる。で裏側、はい、ここのロックを外してあげてからここを前に持っていきます。ロック外さないとこれ動かないですよ。この部分スライドできないのでロック外してから前に持っていく、で上に戻すっていう感じになります。はい、でそしたらこれですね、このさっきの、フェアレディ Z をここにはめ込んで、ここにね3点にはめ込んであげて、後ろに押すと、はい、こんな感じで頭が出て、この後ろのこの部分は、まあ、半開きぐらいになります。半ドアですね。はい、でそしたら、ちょっと上に持っていってあげて、はい、次はじゃあこれですね、はい、この肩につけるパーツですね、これをこの穴に取り付けます。で取り付けてあげたら、これちょっとね開いてあげるとかっこよく見えます。反対側もこう入れてあげて、でちょい開きねしてあげると、で、そしたら、右腕には、この看板を持たせてあげる。でこれも後ろに合体ですね。はい、ここにこう入れるときにこう腕とこうぶつかっちゃうんで、こう一旦腕をこうやって内側にこう持ってってこう上げてから、ここをくっつけてあげましょう。はい、スライドしてあげます上に。はい、これで固定できましたと。でさっきのこの武器、この軸が2つあるんですけれども、この手の部分にこうやって持たせてこの手を固定してあげます。はい、でこんな感じになると。でそしたら、次このはい玄関ですね、玄関とこのワンワン丸の、顔をくっつけてあげて、これをこの横に腕の横にくっつけてあげます。はい、これでなんかもうシールドっぽくねなりますよね。でそしたら最後、はい、この頭部パーツですね、これをここにスライドして、はめてあげます。こんな感じでね、はい、カチッとなったら、はい、これでギガントポリスブレイバーになります。どうでしょうか。いやめちゃくちゃにかっこいいですね。ちょっとポリスブレイバーと並べるとねこんな感じになってます。身長がもう約2倍くらい、うん、になってます。 1.8 倍くらいかな。はい、いやこの迫力ね、ジョブレイバーでこういうなんだろうコアロボみたいなので合体できる系の合体ロボ出るとは思いませんでしたね。最高すぎるねこれは。でんで、はい、こちらワンワン丸と並べるとこんな感じになっております。結構ワンワン丸がね大きいんですよ。はい、でワンワン丸に一応乗せることはできるのかな。はい、こうやってあげれば、あーまあできなくはないがっていう感じですね。若干足の伸ばせばいけるか。はい、あこんなワンワン丸辛そうになりますけれども、はい、こんな感じになります。でも遊んでると結構この腕がこの外側に開くあのスプリングになってるので、結構こうちょっと遊んでるとねちょっと取れてきますね。はい、っていう感じです。いやこれね、これあるじゃないですか。これなんか適当にこう後ろに合体させてるだけじゃんって思ってるかもしれないんですけど、こういった外してあげるとこんな感じになるんですよ。なんかちょっと寂しいんですよね、こうやってやると。ここ結構隙間あるじゃないですか。なんかあれなんかちょっと薄っぺらい感がちょっと出ちゃうんですけど、このね、ポリスブレイバーの下半身&ワッパーくんマーク2がここに合体していることによって、はい、この後ろにこういう、はい、厚みが出る。でバックパックにもなってるっていうこのかっこよさで、このタイヤの位置がなんかちょうどなんかこう
ブースターみたいな、なんかよくわかんないエンジンみたいな感じになってて、さらにかっこよくなっているというところ、うん、素晴らしいですね。ちょ、可動もね、これしかもこれクリックあるからね、はい、こうガチンガチンって言って、はい、でこの足首もなんとこの内側に曲げることができるっていうのが、まあ、めちゃくちゃポーズ取らせやすいっていう、はい、こうやって動かすことができます。いや、めちゃくちゃかっこよすぎるこれは。はい、このね、なんかちょうどいいんですよね、大きさが。なんか合体ロボなんですけど、大きすぎずちょうど触りやすい大きさなんで、これ遊びやすすぎるんですよね。塗装もめちゃくちゃ綺麗ということで、最高なものが出ちゃいましたね。はい、あ、でまあ合体させたんですけど、ちょっと戻し変形もね、やっていきたいと思います。まずはこの銃を外す、でここ下に下ろして、はい、下半身外す、でこれも前にずらして、はい、これ外す、でこうやって分離させてあげます。でそしたらまあこっち、まずこの頭の外し方、この頭の横の部分、横にちょっと開く、で前に押し出してあげると、はい、こうやって外すことができます。でそしたらこれ、はい、頭を下ろして横にかじってやって、この窓の部分前に持っていく。で、はい、こっちもねこうやって足外してあげて、で、はい、こうくっつけて、でそのまま後ろからガチッと合わせてあげると。あ、これなんか前のこっちのポリスブレイバーの GTR よりめちゃくちゃ変形っていうか、こう直し変形させやすくなってますね。ちょっと前のやつやっていいですか。これね、何が違うかっていうと、ちょっと変形させて足を戻して、でこっちもこう、あ、ほらちょっと硬いんですよね、ここ。まずここがちょっと硬い、でこう戻す、でこれをくっつけるんですけど、この時、あ、え、ちょっと待ってよ、こうやるじゃないですか。で頭しまう、戻す、でこうやった時に、あ、ほらこうやってね、ちょっと戻んない時あるんですよ、こうやってうまく。でなんか何度もこうギュッてやって、はい、こんな感じ、あ、でこうなっちゃったりするんですけど、今回のがもう一発でカチッとなるっていうのがめちゃくちゃ変形させやすいです。でこっちワッパーくんマーク2ですね、もう OK で、頭の後ろにこの武器つけといてあげましょう。はい、で次こっちね、アーマーですね。これをまずは、はい、パカッと外してあげて、でここの肩も外してあげます。で、看板も外してあげて、でここ忘れずに、はい、ロック下に下ろして後ろにスライドで、またロック戻す。はい、で、次はここの間にこの犬ですね、110の頭をこの膝のここネジ穴にこう取り付けてあげると。はい、でくっつけて、ここの部分もくっつける。はい、こうなります。でそしたら膝じゃない、この足首を前に持ってってあげて、で膝曲げる、でもう一段階曲げる、で、腕はちょっと一旦伸ばしといて、こう内側にこう持っていきます。で、そしたら、はい、このように下に向けて、あ、こうだな、はい、このシールが外側になるように持ってってあげて、で腕こうですね、はい、この肘曲げられる角度にしてあげます。でそしたらそのまま曲げてあげて、ここの突起にそのままくっつけて固定してあげると、反対側もこうやって、はい、固定してあげる。でこんな感じになります。もう箱に、ね、なってますと。でそしたら、はい、ここに頭をくっつけてあげて、でここの、はい、軸にくっつけます。はい、で次鋼板アーマーはここの穴に横からくっつけて固定してあげると。で最後この横の穴に、はい、この看板取り付けてあげれば
これで交番アーマーの交番状態になりますということで、素晴らしいですね。これはいや、この交番アーマーのまとまり方もねめちゃくちゃ綺麗だしね、はい、まあ、っていう感じです。なんかこの様式、この何なんか交番みたいな、例えば消防署とかね、なんか なんだろうあとはまあ、なんかそういうのがこうなんか動物に変形して、でさらにあのジョブレイバーと合体するっていう、これが今年のジョブレイバーだとしたら、もうこれは神としか言いようがないですよね。もう本当に今結構もうトップで激アツなあのおもちゃのジャンルなんじゃないかなと、このジョブレイバーはね、うん、って僕の中では思ってますね。なんて言うんだろう、まあ、僕ビークルよりもあの動物の方が結構好きなんですよ、変形玩具って。でまあ合体も好きなんですけど、やっぱりこのジョブレイバーっていろんな本当要素を網羅してて、まず働く車で変形で、この合体時のギミックで、この動物要素で、さらにこの建物で合体とかって、もういろんなもう要素めちゃくちゃ持ってるっていう、本当ジョブレイバーハマんない人いないんじゃないかってぐらいの、もうめちゃ強コンテンツだと僕は思ってますねっていうところで、ちょっとジョブレイバー今まであの買ってなかったっていう人は、このデラックスセットだけでもちょっとつまんでみていただきたいなと思いましたね。いやこれは買ってかっこよすぎますし、ちょっと今後もめちゃくちゃ期待ねできる仕上がりになってるなと思いましたね。はい、ということで、あのウェブアニメもめちゃくちゃ面白いので皆さん見てみてください。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。あ、で、あとなんかいろんなこれジョブレイバーと合体できるんですけど、それまたちょっと別の動画しようかなと思ってるので、それも後で楽しみにしてください。ということで、以上スタルケルでした。